いつも優しい藤本さん、そんな藤本さんがご機嫌斜めかもなサインはありますか？全くわかんないなぁ。って言ってんじゃない？じゃあため息を。ため息。じゃあ正解はご機嫌斜めな時はないです。あ、なんてご機嫌な子なの私。もうおしゃべりをしてるか、仕事や子育てで疲れて眠いか、どちらかです。いい子じゃない私。変わらない。変わらないね。変わらずずっと喋りかけてるか、もう寝てるか、うん、確かに旦那さんがかわいそうだねって新行事くんって言ってる。ずっとこの調子で喋りかけてるんでしょ。そうだよとか言ってた。いい、回ですね。いい回ですね。これ小島さんもないっすよね。ほら、ないよね。本当に一回曲がって、ね、いやーみたいな。